日本語能力試験 N1 模擬テスト懲戒問題11番取引先から電話がかかってきました男の人はこの電話のあとで何をしますか 鈴木工業でございます。山田電機の佐藤ですが。あいつもお世話になっております。田中です。あどうも。あの、先日のサンプルの件ですが、まだ届いてないようなんですが。申し訳ございません。サンプルの仕上がりが少々遅れておりまして。えそうなんですか来週の会議にないと困るんですが。はあ、今週中に なんとかお届けできるようにいたしますので、もう少しお待ちいただけますでしょうか。今週中といっても、週末じゃちょっと…大変申し訳ございません。いつ届くかぐらいはっきりしていただかないと困ります。はい。すぐに製造部の担当者に確認いたしまして、折り返しお電話差し上げます。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 男の人は、この電話の後で何をしますか二番新商品の宣伝のチラシを作っています。チラシのどの点を直しますか チラシのデザインでできましした。どうでしょうょか空白が多いねこんなに大きく余白を取ったのは何か意図があるのすっきりしていた方が清潔感が出ると思ってあえて書き込まなかったんですまあ確かにねでも商品の写真の周りを丸く文字で囲むというのはどうだろうか写真は目立つけど読みにくいんじゃないかはあ 面白いと思うんですがまあ確かに面白いけどだけどこれじゃどれが商品名かよくわからないよでは商品名だけ文字の大きさを変えてみましょうかガーンと大きくうーんだけどバランスが悪くならないかねでは文字の色を変えましょうか青にすれば背景の白と商品名の青で 商品のイメージカラーとも重なりますから。ああ、そうだね。じゃあ、それでやってみて。チラシのどの点を直しますか三番。 夫婦が話していますどうすることにしましたかねえ、あれどうしたっけヒロシが小さい時使ってた椅子子供用のとっくに処分しただろうそっかどうしよう来週ブラウンさんを招待したでしょ3歳の坊やも来るんだけどうちのテーブル子供には高いしじゃあ食事は和室ですれば ブラウンさん畳の部屋の方が喜ぶよきっとでも全部で6人よ和室のテーブルじゃ小さいもんもう一つテーブルがあれば2つ並べて使えるんだけどそうかテーブルを買うか高くつくなそれなら食事はどこかレストランでするでも私の手料理をご馳走しますって招待したのようーん。 ねえ、買おうよ。これからは和室でお客さんをもてなすことにすれば無駄にならないしああまあそれもいいね他の部屋でも使えるし小さいのでいいよねじゃあ探してみるよどうすることにしましたか 4番。会社で新商品発表会の準備をしています。女の人は誰に何と言いますか会場の準備はどう椅子や舞台の設置は終わり、マイクの点検をしています。受付の準備は全て終わりました。ただ、受付に立つ予定だった大山さんが風邪をひいてかなり咳が出るそうなんです。 受付係が席なんかしてたらお客様に失礼だよ。誰か代わりはいないのマイクの点検が終わり次第、伊藤さんに受付に回ってもらおうと思ってるんですがでももうそろそろお客様もいらっしゃるよ。他に手が空いてる人はいないの田村さんはお客様のお車の整理のため駐車場に出ていますし吉田さんは発表会の様子をビデオに録画する係ですしビデオは発表会が始まってからでいいんだから。 マイクが終わったら、伊藤さんにやってもらえばいいよ。すぐに吉田さんと伊藤さんに伝えて。はい、わかりました。女の人は誰に何と言いますか 5番夫婦が話しています。引っ越しの前に女の人がすることは何ですか？引っ越し準備のリスト？どれどれ？ああいろいろあるね。でも俺は会社休めないからな。インターネットでできる手続きとかは俺がいるから、あとは頼むよ。ええー、そんなのずるいよ。いや。 最近はインターネットでできること多いんだよ。電気、ガス、水道の連絡とか、電話、インターネットだろ本当にでも、市役所は無理でしょいや、転出届も大丈夫。だから、引っ越し前の手続きはほとんど大丈夫。楽だろそりゃあね。じゃあ、銀行とかクレジットカードも大丈夫だと思うよ。でも、それは引っ越ししてからでいいよ。 でも、荷造りや不要品の整理は私がするのそれが大変なんだよもちろん、自分のものは自分で荷造りするよ段ボールに入れておけばいいんだろ不要品を捨てるのはゴミの日に頼むよわかったあと、ご近所に挨拶はうーん、それは俺は苦手だよ頼むようん、まあ仕方ないか 引っ越しの前に、女の人がすることは何ですか。問題二。一番。 男の人と女の人が話しています男の人は何が良くないと言っていますか今日電車で騒いでいる学生がいたんだ最近多いのよねでもそういうのは無視して放っておけばいいのよ行ったところでどうなるわけじゃないんだからそうは思ったんだけど 言わずにはいられなくて注意したの周りはみんなネタフリだったけどねそれが普通なんじゃない下手に注意して殴られたりしたら嫌だもんまあそういうニュースも聞くけどね最近増えてるっていうじゃない怖いわよ怖いっていうのも分からないでもないけどそういうのよくないと思うな男の人は 何が良くないと言っていますか。二番。会社で同僚が話しています。男の人が元気がないのはなぜですか。おめでとうございます。 今度のプロジェクト、島村さんが責任者になったそうですねうんなんだか冴えない顔してますねうんどうしてそんなに沈んでるんですかもっと張り切ってるかと思ったのに社長から我が社を挙げての大プロジェクトなんて言われるとそうですよ、すごいじゃないですかうまくいけば出世できますね人が心配しているっていうのによくそんなことが言えるよな 出世どころかここで失敗したらと思うとええー、始める前からそんなことでどうするんですか責任者がそんなじゃ部下はついていけませんよ男の人が元気がないのはなぜですか 三番男の人が転職カウンセラーと話しています男の人が今の会社を辞めない理由は何ですかこの間は今の仕事はご自分に向いていないとおっしゃってましたねええ机の前にじっと座っているのが苦痛なんです やはり転職の意思は固いですかはあ、一時は本気で探したりしたんですけど、なかなか。今は不景気で就職なんですしね。いえ、来ないかって言ってくれる会社はあったんですよ。それは良かったじゃないですか。そこはどうしてダメだったんですか待遇面の条件が合わなかったとかええ。今の会社は業界トップレベルだから、それと比べると、 やっっぱりりどこも見劣ししてしまって。ま転職するなら少しぐらい給料が減るのは仕方ないと思いますよでももうすぐ子供も生まれるし生活のレベルは落としたくないんですよですからもう少し我慢してみようと思って男の人が今の会社を辞めない理由は何ですか 四番夫婦が話しています女の人はどうして怒っているのですか今日近所の子がガラスを割っちゃったのよあああそこどうして野球か何かしてたの知らないわよ理由なんて何も言わないんだもんだって 謝りに来たんだろ来ることは来たんだけど最初になんていったとないのそれがねお金出しますだってへえ最近の子はそんなこと言うんだそう頭に来たから「いいです」って言ったら「そうですか」ってそのまま帰っちゃったのよどう思う信じられないでしょまあ、 弁償しななくてていいって言っ言たのは君なんだからだからお金がどうのってことじゃないのなんでそこに「すみません」とか「ごめんなさい」とかいう言葉がないわけ女の人はどうして怒っているのですか 5番大学で学生が話しています男子学生は今年どうして西田先生の授業を取らなかったのですかあ今日西田先生の授業休校だ西田先生の授業を取ってるの面白い 課題が多くて大変だけど面白いよ文学作品を心理学的観点から論じていくのああやっぱり僕も取りたかったなでもこれ経済学部では単位にならないんでしょそうだけど講座の説明を読んで興味持ってたんだよねじゃあどうして取らなかったのマクロ経済の講義と時間が重なってたんだああ必修と重なってたんじゃしょうがないね 来年取ればいいいじゃないでも来年はもっと忙しくなりそうだから課題が多いいのはきついな男子学生は今年どうして西田先生の授業を取らなかったのですか 六番。テレビで女の人が話しています。どんな方法で瓶の蓋を開けるといいですか。瓶の蓋がなかなか開かないことがありますね。タオルをかぶせて回したり。 瓶の蓋をお湯につけたりして開ける方法はよく知られていますが、それでもダメな時もあります。そんな時は、瓶をひっくり返して逆さまにして回してみてください。力を入れる場所が回転させる場所から遠ければ遠いほど強い力を出すことができますので、瓶を逆さまにすることによって大きな回転力が得られるのです。ただし、中のものがこぼれないよう、 少ふたがゆるんだらすぐにもどにしてくださいねどんな方法でびんのふたをあけるといいですか問題 三 1>, 1番男の人がスピーチをしていますこの西東京営業部での4年間で思い出深いことといえばやはり昨年年間でトップの成績を残すことができたことですしかしこれは私一人で成し遂げられたことではありません振り返ると配属当初は 何もわからず、皆さんに迷惑をかけっぱなしでした。毎日肩身の狭い思いをしていた私が、なんとかここまでやってこられたのは、ひとえに皆さんの厳しくも温かいご指導によるものだと思っております。皆さんとの出会いは何よりも私の宝物です。4年間、お世話になりました。大阪に行っても頑張ります。 何のスピーチですか ?1、1> 送別会でのスピーチ。2>, 2、新入社員への挨拶。3、卒業式でのスピーチ。4、迷惑をかけたお詫び。 2>, 2番「テレビで女の人が話しています温泉が体にいいことはよく知られていますがただ温泉に入ればいいというものではありません」入浴する時は湯に入る前に体を洗うことこれはマナーとしても当然ですが良い準備運動にもなるんですよそして 体にお湯をかけてから湯船に入ることも大切です。血圧の急な上昇を防ぎ、心臓への負担を軽くすることができるのです。37度から40度のぬるめの湯に15分間ほど浸かりましょう。湯から出たらシャワーを使わず、タオルで拭くだけにしてください。温泉の成分によって、 ポカポカ感が長く続きますまた入浴中は汗をかきますので入浴後は水分の補給を忘れないでくださいね「何について話していますか?」「1温泉の効能」2> 2「2温泉に入る時のマナー」「 温泉の危険性。四。温泉の入り方。三番。授業で先生が生徒に話しています。よく話すようにかけ。 と言われますけど実際に話すように書いたらどうなるでしょうかこの場合の話すというのはおしゃべりのことだと思ってくださいおしゃべりは大体論理的ではなく思いつくままですよねそんな文章を読まされたらどう思うでしょう読む方はたまりませんよね話すようにというのは話すのと同じという意味ではなく言葉や表現に話し言葉を使う ということです。いわゆる書き言葉と言われる難しい表現を使わなければ書き表せないことも確かにあります。ですが、わかりやすさという点で言えば、どちらが人に伝わりやすいでしょうね。先生はどう言っていますか ?1 文章は書き言葉で書きなさい。 二、書き言葉より話し言葉で書きなさい。三、難しい表現を使って書きなさい。四、<4 S 1> 話したそのままの表現で書きなさい。 4番男の人が講演会で話しています。都市化の影響で子どもたちは外で遊ぶことがなくなりテレビを見る時間が増えています。そうなるとテレビの内容が問題にされがちですが内容もさることながら視聴時間にも目を向けなければなりません。テレビを見る時間が増えたことにより 子供同士や親子で会話する時間が減り、言葉の習得が遅れるという調査結果もあります。子供の成長には、社会性の発達、知能の発達が欠かせません。そのためには、想像力をかきたて、言葉を発達させることができるような遊びが必要なのです。遊びを通して、子供は他人とのコミュニケーションを図ることができるようになり、 子供の社会性も育つのです男の人が最も言いたいのはどういうことですか <S ?1, 1 <S 子供に言葉を早く学ばせなければならない 2, 2最近のテレビ番組の内容は問題が多い3 子供の成長には遊びが大切である4子どもはもっと外で運動しなければならない5番留守番電話のメッセージを聞いています あ、港大学サッカー同好会の山下ですえっとあさっての練習試合のことなんですけど11時からうちの大学のグラウンドでってことになってましたよね実は午前中に他のサークルがグラウンドを使うことになってたみたいなんですそれで本当に申し訳ないんだけどちょっと時間をずらせないかなと思って電話しました他の場所はもう空いてないと思うし別の日にっていうのも メンバー全員の予定を合わせなきゃいけないから大変かなと思ってあグラウンドは12時過ぎには開くから1時には始められると思いますもちろんもしダメだったら日にちを改めてっていうことでも構いません連絡もらえますかよろしくお願いします留守番電話の内容はどのようなことですか1 試合の日を変更したい。2>, 2、試合の時間を変更したい。3、試合の場所を変更したい。4、試合のメンバーを変更したい。 問題4。1番。昨日の試合は思いがけない結果になったね。1。1> 本当勘が当たったね。2>, 2。まさかあのチームが負けるとはね。3。全く予想通りだったね。 2番山本くんの仕事に向かう姿勢は見上げたものだよ1ええ反省してもらいたいです 2, 2ええ背が高いですからね3ええ本当に立派ですね 3番ちょっと頭を冷やしてからまた考えよう1うんちょっと休憩しようじゃあ冷房をつけようか病院に行った方がいいよ 4番相談に乗ってもらいたいんだけど今週空いてない1えっと来週ならならんとか 2> 2えっ閉めてないけどごめん運転免許を持ってないんだ。 5番、なんか嫌なことが起こりそうな予感がする。1。うんうん、嫌いじゃないよ。2。2> そんなの気のせいだよ。3。ダメだよ、そんなことしちゃ。 6番ちょっとそのシャツ派手じゃない1いいと思ったんだけど。2> 2選択したばかりだよもっと派手な方がいいですか 7番こちらが当店のおすすめの品でございます1ああここをまっすぐですね2 2> いいえどういたしまして <3 S 2> じゃあそれをください 8番「課長先日お渡しした企画書目を通していただけましたか? 1」「1ああ見たよ」2> 2「2いや通るわけにはいかないよ」3「3うんもらったよ」 9番、ここは私一人でなんとかなるから、大丈夫よ。1、1> じゃあここは任せたよ。2>, 2、へえ、何になりたいの3、わかった。手伝うよ。 10番「佐藤君は頑張ってるのにそれに引き換え君は」1「1ありがとうございます」2「2佐藤さんには感謝しています」3「3すみません今後頑張ります」 11番、部長の気まぐれには付き合いきれないよ。1、いつも大変そうだね。2、2> だから部長って尊敬できるよね。3、仲が良くていいね。 問題五。一番。居酒屋で男の人と女の人が宴会の予約をしています。来週の金曜日に予約したいんですけど、六時から二十人で。二十名様ありがとうございます。えっとお料理はどうなさいますか。二千円の A コース。 3000円の B コース、4000円の C コースと3種類ございますが。どう違うんですかそうですね。A コースはお魚かお肉かを選んでいただきますが、B と C コースは両方ついてきます。C コースのお肉料理は最高級国産牛のすき焼きとなっております。どうする一番安いのでいいうーん。でも結構好き嫌いが激しい人もいるから。 すき焼きとまではいかなくても両方食べられる方がいいんじゃないかなそうねじゃあこれにします承知しましたお飲み物はどうされますか飲み放題は2時間で1300円になりますがでもお酒飲まない人もいるしこちらの飲み放題はお酒以外にもお茶やジュースをご用意しておりますが飲み放題で行こうよ食事中にジュース何杯も飲む人なんていないわよ だったらその分食事の方を思い切って高いのにしちゃおうよそうかそうしようかすみませんやっぱりこっちでお願いします何を予約しましたか 1> 1 ?B コースで飲み放題つき 2B コースで飲み放題なし 3. シーコースで飲み放題付き 4. シーコースで飲み放題なし 2>, 2番 夫婦がスポーツクラブで説明を聞いています。当スポーツクラブでは、目的別コースをご用意しておりまして、お体の状態や目的に合わせてコースをお選びいただけます。まず、男女問わず一番人気なのが、脂肪燃焼コースで、痩せて体を引き締めたい方のためのコースです。それからこちらの疲労回復コースは、ストレッチで柔軟性をつけ、 腰痛や肩こりを改善し体の調子を整えるというコースですあと男性に人気なのが筋力増強コースとにかく体を鍛えたいという方のためのコースで筋力を高めますさらにもっと早く効果を出したいという方はこちら特別コースですね値段的には少々お高くなりますが経験豊富なトレーナーと1対1で より具体的なコースの計画を立てていきますので効果が出ます最近体のあちこちが凝ってて痛いくらいだって言ってたよねうんそうなのだからこのコースにしようと思うんだけどでも最近太ってきちゃってそれも気になってるのよねそんなに太ってなんかいないよスタイルなんか気にするよりまずは健康だよそっかじゃあやっぱりこっちかな あなたは僕はやっぱり鍛えられた体に憧れるなえー、それよりそのおなかりを何とかした方がいいんじゃないのベルトもきつそうよ分かってるよ気にしてるのにとにかく手っ取り早く確実に効果が上がるコースにする多少お金がかかってもいいから質問1 女の人が申し込むコースはどれですか質問二。男の人が申し込むコースはどれですか Thank you.